サミュエル・ライアン・カーティスはアメリカ合衆国の軍人で共和党員として最初に下院議員に選出された一人である。南北戦争中は北軍の将軍としてミシシッピ川流域戦線を担当した。カーティスはニューヨーク州シャンプレーン近郊で誕生し、1831年にウェストポイントの陸軍士官学校を卒業した。その後オハイオ州に移 そこで弁護士やいくつかの民間の仕事に就いた。米国戦争中には大佐に任官され、いくつかの占領都市の軍政長官を務めた。戦後アイオワ州に移動、1856年にアカクの市長となった。1856年の会議員選挙にアイオワ州第一選挙区から立候補し、当選した。カーティスと第二選挙区で当選したティモシー・デイビスは、 最初のアイオワ州選出共和党議員となった。カーティスは1858年と1860年にも当選している。彼はエイブラハム・リンカーンを支援しており、リンカーンが大統領になった場合には、その政府の一員となると思われていた。しかしながら、南北戦争の勃発により、1861年6月1日にカーティスは大佐に任官し、 アイオは第二連隊の連隊長となったため、政府の職を辞した。その後すぐに順将に昇進した。西部戦線の総司令官であったジョン・ C ・フレモントが、生じさせたセントルイスでの混乱が収まった後の1861年12月25日、フレモントに代わって、総司令官となったヘンリー・ハルック少将から、カーティスは、南西部軍の司令官に任命された。カーティスは、 アーカンソー州における北軍の勢力を固めるため、軍司令部をミズーリ州ローラに置いた。1862年3月、カーティスの南西部軍はアーカンソー北西部で起こったピーリッチの戦いに勝利した。しかし、この勝利はカーティスを高揚させることはなく、むしろ気分を沈ませた。戦闘の数日後、そこにあったのは性質と悲劇であった。そこは、 ハゲワシと狼オオに支配されており、死んだ友人も敵の兵士も孤独な墓に眠っていたと書いている。この成功により1862年3月21日付で少々に昇進している。しかし悲劇的なことに、この昇進の報告が彼の手元に届いた同じ日に20歳の長女サディがチョーチフスで病死したことを知った。P ・リッチの勝利後、 彼の比較的小規模な軍は東方へ移動し、アーカンソーへ侵入、7月にはヘレナを占領した。9月には、カーティスは、ミズーリー将軍管区の司令官に任じられたが、奴隷制度廃止運動に対するカーティスの見解が、ミズーリー州知事と問題を起こしてしまったため、リンカーンはカーティスを解任した。その後、カンザス軍管区の司令官に任命された。 1863年10月、彼の息子で、ジェームズ・ブラント准将の副官であった、ヘンリー・ザラ・カーティス少佐が、ウィリアム・クアントリルのゲリラ部隊に襲われて戦死した。このバクスター・スプリングスの奇襲では、ゲリラ部隊は、北軍の軍服を着用しており、降伏した兵士にも、慈悲を与えなかった。カーティスは息子を忍んで、カンザス州の砦の一つを、ホート・ザラと名付けた。 1864年、カーティスは、ミズーリに進撃していたスターリング・プライス少将の南軍と戦うために、ミズーリに戻ってきた。いくつかのカンザス州の民兵連隊も含めて、彼の軍管区の兵士を集め、境界軍を組織した。プライスの襲撃は、ウェストポートの戦いでのカーティスの勝利によって頓挫した。カーティスは、その後、北西軍管区の司令官として、 全く異なる軍事行動であるミネソタ南部とダコタ準州の水族とアメリカ人入植者の紛争であるダコタ戦争の最終段階を担当した。戦争終了後、カーティスはアイオワに戻り死亡するまで鉄道の慎重に関係した。1866年アイオワ州カウンシルブラフスで死去。 かつて市長を務めたキアカックのオークランド墓地に埋葬された。ありがとうございます。